島根県での確認は51人で、保健所別で松江35人、出雲11人などとなっています感染者の累計は8420人となりました感染発表の推移です昨日から一人減り5日連続減少で、1週間前の火曜と比べると半分以上減っています確保病床使用率は18.9% 入院者数は70人で、自宅療養者が582人、重症者は1人です。松江市では、新たな感染者集団クラスターが1件発生しています。クラスターが発生したのは、市内にある個人宅での会食の場で、これまでに6人の感染が確認され、県内132例目のクラスターと認定されました。 接触者者のの把握ができていてていい関係者の検査は終わっていますまた、昨日発表された市内の高齢者福祉施設で発生したクラスターの関連で新たに1人の感染が確認されこのクラスターでの感染者数は合わせて7人となりました一方、出雲市は私立幼稚園の関係者1人の感染を発表しました。今日から当面休園します そして松江市は今日対策本部会議を開き学校や児童福祉施設での感染が収まらないことなどから私立学校の部活動やスポーツ少年団の活動について原則停止するよう要請しました期間は今月25日から31日までです期間中でも学校の部活動については学校長が認めるもの またスポーツ少年団は各競技の公式大会は参加してもよいということですさらに認可保育所などを利用する保護者で休暇の取得などができる家庭は可能な範囲内で家庭での保育に協力するよう再び呼びかけました期間は今月25日から来月7日までです一方で鳥取県は増加に転じました 感染確認は七十七人、保健所別で鳥取市四十六人、那子二十人、倉吉十一人と鳥取市が大きく増加しました。累計は八千五百八十七人です。感染発表の推移です。昨日から三十人増えた一方で、先週の火曜と比べると十一人減っています。確保病床使用率は十四パーセント。 入院者数は49人で自宅療養者が477人となっています学校関係の感染確認です県立倉吉東高校全日制で関係者1人の感染が確認され今日から臨時休校となりましたまた倉吉市の学校給食センターで関係者1人の感染が確認され他の関係者の検査のため 今日は市内18の小中学校の給食が停止となりました一方、一昨日クラスターの発生が発表された鳥取警察署でさらに職員1人の感染が確認されました業務に支障はないということですまた、鳥取赤十字病院では職員1人の感染が19日に確認されましたこの職員は12日以降出勤していないことから 通常通り診療を続けています。